ソンドリオはイタリア共和国ロンバルディア州北部にある都市で、その周辺地域を含む人口約2万1000人の基礎自治体。ソンドリオ県の県都である。サンドレヨはサンドレホもしくはスンドレホと発音される。標準イタリア語以外では以下の名称を持つ。ソンドリオ県中部バルテッリーナに位置するコムーネ。ソンドリオの市街は、 サンモリッツの南約 36km、ルガーノの東北東約 74km、ブレシアの北北西約 75km、州都ミラノの北東約 95km、トレントの西約 95km に位置する。ソンドリオ県外略図隣接コムーネ隣接する。コムーネは以下の通り、イタリアの地震リスク階級では3に分類される。現代のソンドリオの地には、 ローマ時代にランボバルド人によって平営が築かれた。サンドリアムという当時の地名は彼らの言葉で独占的な財産という意味でこの都市と周辺地域を治めていた自由身分の人々の状況を示している。ロンバルド王国が滅亡するとソンドリオは神聖ローマ帝国の一部となった。千四十年にはバルテッリーナ地方の大部分を統治したビッツォーラの カピタネー家が、ハインリヒ二世からこの土地を与えられた。1310年から1335年にかけて、ソンドリオは、近隣の雲と共に、強硬派と皇帝派の構想に巻き込まれ、ミラノと争った。ソンドリオは、数度にわたるコマスキ家による攻撃を退けるものの、1335年には、ソンドリオとバルテッリーナ地方は、 ビスコンティ家のミラノの軍門に降ることとなった。16世紀後半から18世紀にかけて、ソンドリオはバルテッリーナの主婦としてグラウビュンデンの灰色同盟によって統治された。宗教改革に際してソンドリオはカトリックを報じるバルテッリーナの人々とプロテスタントを報じるグラウビュンデンの人々との間の激しい抗争の舞台となった。1620年、 ジャコモ・ロブステッリに率いられた市民は、180人のプロテスタントを殺害し、バルテッリーナの独立を宣言した。ナポレオンがこの地に侵攻すると、チザルピーナ共和国に編入された。ナポレオン没落後は、オーストリア帝国の一部である、ロンバルド・ベネート王国に編入されたが、ソンドリオの人々は独立のために勇敢に戦った。広域行政組織である、山岳部共同体、 バルテッリーナディ・ソンドリオ山岳部共同体の事務所、所在地である。ソンドリオには、以下の分離集落がある。ソンドリオとその周辺地域は、ブドウの生産地として、特に高品質のワインの醸造に用いられるサセッセルタやグルメロの生産地として知られている。ワインは、観光業とともに、この地域の経済を支えている。ソンドリオの経済のもう一つの重要な要素は、 銀行業である。バンカ・ポーポラー・ディ・サンドレイオと、クレディとバレタ・ラインニツは、ソンドリオに本社を置き、ミラの証券取引所に上場されている。マセグラ城ソンドリオの中心は、ガディ・バルディ広場である。そこからほど近いパラッツォッシは、バルテッリーナ歴史美術博物館となっている。バルマレンコを経て、スイスとを結ぶ古代以来の道路に沿い、街を見下ろす場所にマセグラ城がある。 この城はグラウビュンデンによる当地の歴史に関する博物館になっている。ありがとうございます。